はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はなんとお知らせのメンテナンスの方でなんか情報が出たということで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お知らせの方には書いていないんだけど、メンテナンス情報でなんと幕愛の物語第13代開始および一部不具合修正のためのメンテナンスを開始しますということで、この夏イベですね、あと2日で終わると思うんですが、これが終わった後幕愛の物語が来るというのが確定いたしました。まあ実質虚無期間になるということで、結構嬉しい方いるかなと思います。まあストーリーを進めていくっていう感じでいいんじゃないかな。で、メンテなんですが、6月29の13時から18時ということで、まあ月曜日に行われるという感じです。で、まあゲーム内容の更新いっぱいあるんだよね。まず1個目が幕愛の物語キャンペーン13弾が始まるよで、日替わりピック開始するよ、そして幕愛の物語追加するよで、剣豪とかいろいろ終わるよとか全部書いてますね。で、まあテキスト削除するよとかもいろいろ書いてるか、まあここら辺の修正が入っていくという形ですね。うん。で、グラフィックとかそこら辺も変わるよっていうのと、なんかエリセのなんか宝具名が変わるらしいですね、ちゃんと。うんうん。で、タスクキルとかここら辺のやつとか全部変わっていくよというのがあったりするんで、気になる方はそちら見てもらえればいいんじゃないかなと思います。で、ゲーム回収ですね。昨日かな、昨日だったっけ、アップデートだったっけ、そうですね、4日にあったやつかに関してアップデートのやつが、まあこのメンテナンスが終わった後に来るという形になるんで、まあ結構いいんじゃないかなと思います。各 UI のグラフィック調整、あ、これ嬉しいな、 UI 変えてくれるのは嬉しいということで、まあこのやつが来るよっていう感じですね。ただこれ幕愛の物語の情報は FGO さんは今のところ30分経っても出していないということで、まあそれに関してはサプライズみたいな感じで来るんじゃないかなと思います。まあただとりあえずあれですね、ゲームアップデートじゃない、メンテナンスに関しては月曜日にあるよというのと、まあ幕愛の物語が始まるんで、まあストーリー進める方は今のうちに進めておく、それ以外だと育成するっていうのを重点的に見ていけばいいんじゃないかなと思います。そして一応裏の方で FGO の方には載ってないんですが、ヘブンズフィールの公開が8月10日に決まったらしいですね。それも結構楽しみということがあったりするんで、まあ気になる方はそこら辺見てみればいいんじゃないかなと思います。8月15でした、すいません。ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらったら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.